北国新聞ニュースをお伝えします。石川県は能登半島地震で打撃を受けた観光業を支援する北陸応援割を他の3県と同じく来月16日から始めることにしました。能登半島地震の影響による宿泊施設のキャンセルは石川県内で先月から来月にかけておよそ30万人分に上ります。このため国は北陸3県と新潟県を対象に観光需要を呼び起こす北陸応援割を打ち出しました。北陸応援割の開始時期をめぐっては長谷博知事が地震の被災状況から当初他の3県より遅らせる考えを示していましたが、宿泊事業者の反発を受け再検討していました。その結果4県同時に北陸応援割をスタートさせることが復旧復興の後押しになるとして、北陸新幹線が敦賀まで延伸する来月16日の開始を決めました。北陸応援割では1泊あたり2万円を上限に旅行代金が 50% 割り引かれるほか、交通費込みの旅行商品も対象になります。4月以降も二次避難者を受け入れる宿泊施設に対しては応援割の予算が追加配分されます。北陸応援割の予約は来月12日から始まり、実施期間はゴールデンウィークを除き来月16日から予算を使い切るまでになります。震災や暖冬を乗り越えた新酒が出来上がり、利き酒界で香り華やかと評価されました。金沢酒造組合が開いた昨日の利き酒会には、市内の4つの酒蔵から39銘柄の新酒が出品されました。それぞれの蔵は能登半島地震でタンクが傾くなどの被害を受けたほか、暖冬で発酵が進みやすくなり温度管理が難しい酒造りを求められました。それを熟練した技術で乗り越え、新酒を審査した金沢国税局鑑定官室の坂本和俊室長から、香りは上品で華やか、米のうまみが引き立った良い出来栄えの酒に仕上がっていると評価を受けました。金沢酒造組合の福光松太郎理事長は、それぞれの蔵は能登の復興へ思いを込めて作った、能登の応援にもつながるので地酒を飲んで楽しんでほしいと話していました。受験合格を願い郵便局員が手作りした加賀岩皮紙のしおりが川北町の中学生に贈られました。川北町の川北郵便局は丈夫で強い岩皮紙にあやかって受験生の夢が破れないよう願う合格しおりを作り、毎年中学3年生に送っています。材料は地元の加藤和紙から切れ端を提供してもらい、しおりの形は郵便局の建物と同じ末広がりの八につながる正八角形になっています。川北郵便局の新谷正史局長は昨日、川北中学校で84人の3年生にしおりを送り、生徒たちは応援は励みになる、努力の成果が発揮できるよう頑張ると話していました。金箔をあしらったしおりには、あなたの夢叶いますようにと書かれ、郵便局の窓口でも150枚が無料で配られます。北国新聞社は能登半島地震の被災者や被災地を支援する義援金を受け付けています。義援金へのご協力には4つの方法があり、寄せられた義援金は石川県に届けられます。現金書き留めの場合は、能登半島地震義援金と明記した上で、北国新聞社総務部宛てに送金をお願いします。義援金専用の口座に振り込む場合は、事前に受付窓口に連絡をお願いします。ご連絡がない場合、預かり証の交付と記事掲載はできませんので、ご了承ください。
直接義援金を持参される場合は北国新聞社1階で受け付けます。デジタル決済による寄付は北国フィナンシャルホールディングスの専用サイトをご利用ください。皆様のご支援をお待ちしています。ここまで北国新聞ニュースをお伝えしました。金沢ケーブルのスマートフォンサービス金沢スマホで容量シェアプランのサービスが始まりました。シェアプランでは今お使いのスマホを金沢スマホにした上でデータ通信の容量を分け合うことができます。例えば夫婦2人で4ギガの容量を利用する場合、動画をよく見る妻は3ギガ、ネットで調べ物をする夫は1ギガというように自由に分け合うことができます。一緒に使うことで無駄がなくなり節約につながります。容量シェアプランでは2ギガ、4ギガ、20ギガの3種類あります。スマホ2台で4ギガのデータ容量を利用する場合2220円、スマホ4台で20ギガのデータ容量をシェアする場合は6180円です。乗り換え時に必要な初期登録料は無料。シェアプランに加入すると金沢ケーブルの高速インターネットサービスケーブル光とのセット割が適用され、毎月1100円割引となります。お申し込みお問い合わせは金沢ケーブル0120-751-114番までどうぞ。